現役で会社に勤めておりまして、東京の方まで大船から通って、というのは私も鎌倉に住んで43年目になるんですね。でずっと鎌倉で行って、でまして私は今今泉台に住んでるんですけども、やっぱり東京行くのには必ず大船観音さんがちょうどバスに乗ったり降りたりする時にですね、ちょうど観音様がもういつもだから私は観音様に見守られて一日一日を過ごして元気に過ごしてんだなというようなことをね思って日々活動っていうんですか行動をしております。で私はですね両親そういうわけで私は学童疎開した時に助かったということを言いたいわけで、でその後ですね私は両親とか兄が2人いたんですよ。兄が2人いて、でその8月6日の原爆で4人が両親とお父さんお母さんそれから兄2人がですねその広島の8月6日に起きた原爆によってですね、約広島に落ちた原爆っていうのは約6000度の熱線といいますかね放射能によってもう焼き殺されたわけですね。私から見ればね親は焼き殺されて、ただ7歳だったですからね、あんまりその当時のことはあんまりもう7歳までのことは両親とか兄と一緒に生活一緒にいましたからね分かるんですけど、その後要するに両親がいなくなりましたからね、だからもう原爆孤児になったんですよ。で私はおかげさんでですねちょうど縁故疎開で行ってたもんだから、その辺のちゃんとね親戚に親父がおそらく頼んだんだろうと思うんですけどね、で田舎の方に山口県の岩国の近くに親戚がありましたんでね、そっちの田舎の方に疎開して、それで私は助かったんですけどね。でだからその後ですね結局広島に帰ってきたんですけど、来てそこでね今でも覚えてますよ、68年前ですね。やっぱりまだ遊びたい盛り食べたい盛りだったんですけどね、あとね私4歳上の姉がいましてね、それと2人で疎開してたもんですからね、姉は5年生だったんですよ。で私は1年入ったばっかりので、で両親が亡くなったからじゃあ親族会議が開かれましてですね、じゃあこの2人をね誰が面倒を見るかというような話になったらしいんで、そこでその辺はねあんまり話をしょうがないんですけども、そこで親族会議がありまして、そこで最終的にはですねいろいろ話し合ったんですよね。その場に私もいましたけど、まだ7歳そもそもですからあんまりよくねその辺の気持ちは分からない、雰囲気もあんまりいい雰囲気じゃなかったんですけど、要するにね茨城県の日立市にお嬢がいたんですよ。でとりあえず2年間ね要するに小学校の2年生と3年生は日立の方で一応私も養育されて、日立のお嬢がいね養育されまして、でそこにはね古沢さんのところにはいとこがですね4人いたんですよ。もう小さいのがこうでそこで6人で、結構だから22、3年の話ですからね。日立もですね、日立市内もやっぱり日立製作所がありましたからね、結構爆撃を受けてるんですね。もう焼け野原だったんですけどね。でそこで2年間生活したんですけど、やっぱりおじさんおばさんもですねやっぱり子供食べ盛りの子供6人もいてね、なかなか大変だっただろうと今は思いますし、ね、本当に大変だったんだと思います。で結局そのおじおばも結局はもう自分で、ね、自分の子を4人以外に2人プラスアルファがいったもんだから、もうやっぱり面倒見きれなかったんじゃないですかね。でそれでまた今度広島にいたおじおばのところにまた引き返されたって言った方がいいけど、また広島だから広島では小学校の4年生から、ね、広島でおじおばに養育されて、社会人になって養育されて、でもちろんおじおば広島に行ったおじおばはやっぱり被爆者だったんですよ。市内に住んでおりましたからね、被爆者で、だからねおじおばなんかもね、その私両親も亡くなりましたし、ね、おじおばなんかもあんまりね被爆者だったとかね、あんまり話をしなかったですね、実際はね。でそういうわけで
そういうふうにね、特に小学校の時なんかもね、やっぱり小学校の小学校中学校の方で一クラスにね、やっぱり10人前後いましたね。というのはやっぱり戦災孤児に引き上げてきた人だとかね、子供とかね、それからあと、まあ、もちろん原爆で、もちろん当時現場広島に現場を落とす、やっぱり学童疎開が流行ってた、それ流行ってたとか学童疎開しまして、で学童疎開 してた人も、ね、自分本人は助かったけれども、やっぱり市内のお両親とかね、そういう形で結構原爆落ちになった人がいっぱい いるんですね。でもその中で私はやっぱりね、まあ、おじおばね、まあ、そういうおじさんおばさんとかそういうの言ってくれてね、でやっぱり言ってくれたから本当に良かったなというふうに私も思ってますね。それとやっぱり私ももう育ての親はもう7歳までしかし分かりませんけども、むしろ育ての親というかおじおばには今ねやっぱり今日ね、こうやって元気におられるというのは非常に幸せだなというふうに思っていますし、当時そういったね、施設に入って親が分からなかったので学童疎開に行った人もね、結局はお寺とかそういうところに行ってたみたいですけども、結局は最後まで、ね、引き取りに来る人がいないんですよ。で結局は最終的にはそういう人たちをそういう施設に、ね、入れて、そういうところから学校に通っていらっしゃいましたね。だから今私思っても、まあ、68年経ってね、当時の小学校中学校行った時のね、やっぱりそういうね、原爆孤児の人、まあ、原爆を親を亡くした人たちが今どうしてるかなと思ってね、まあ、それを思うと、まあ、私なんかはもうおかげさんでね、お嬢はちゃんと言ってくれましたしね、それすごくね感謝しておりますね。そういうことでやっぱり私はまあ、逆に言えばね、私なんかはやっぱり今75歳になったんですよ。75歳ですからね、まあ、だから要するに75マイナス7つ引けばね、68年前というかね、そういうわけで、だから私がねこうやって元気に折れるのはやっぱりそういうね7歳の時、まあ要するに7歳、まあね、親が亡くなってから原爆孤児になったっていうのはやっぱり心のねどっかにはねあるんですね。だからやっぱり逆に言えばね、私は原爆孤児、両親がね亡くなったっていうことはね、自分では結構悔しくてもうしょうがないんですけどね。だから両親が生きて兄が生きてたらね、どんなその人生があったかな、どういうふうにしてたかな、どういうふうにしてたかなと思って、日々ね思うんですよ、やっぱり6歳だけど、まあそういうね、まあ、私は逆にね恵まれて育って育っていったんだなと思いましたしね。でそれともちろん、まあ、こういうふうにねキャンドルで原爆の日でこういうキャンドル幻想的な中に立たせていただきますとね、やっぱりこのロスこの中にですね、まあ、両親の顔とかですね、母親の顔だとかですね、やっぱり兄のなんかのね顔浮かんでくるんですよね。だからこれから頑張らないといけないと。だからやっぱりそういう両親とか兄なんかもその原爆のためにね亡くなって、ね、すごく無念さがあるんだろうと思いますし、私も悔しかった。だからそれをなんとかね晴らしたいという気持ちは今キッキンパンパンってね終わります。まあ、今日本当にあんまり亡くなってしまったけど、やっぱりそういう、ね、まあ、頑張りたいと思います私は。でまあ、特に今日は若い人、戦争を知らない人が、まあまあ、ほとんど、まあ、いらっしゃいますけどね、まあ、ぜひ戦争はね絶対しちゃいけないと思います。だからそういうね原爆孤児だとか震災孤児だとかね、まあ、今回は福島の原発も、ね、ありましたけども、そういう震災孤児だとかね、そういう、まあ、そういうものはやっぱりそういう経験して実際そういう立場にならないとね、その本当の気持ちは分かってもらえないんだけど、それをできるだけの気持ちを分かってもらえない。